レースは第5レース一般戦です。ここも1、2、3、4、5、6と枠番通りバックで船を進めています。対戦メンバー、そしてコースです。この後インコースには1号艇東京の内山俊介が入ってまいります。昨日の準優メンバーです。準優は4着でした。隣2コースには2号艇愛知の杉江博明です。ここまでちょっと苦戦続き、今日前半も5着でした。3コースに3号艇岡山の茅原優希、ゴールデンレーサー茅原、ちょっと途中の転覆もありまして、その後リズムを崩したか、予選は15位、そして昨日の準優も5着に終わっています。しかしそのゴールデンレーサーとあって人気の要のようです。意地を見せるか。4コース角4号艇兵庫高橋正雄、5コース5号艇兵庫山川貴弘、6コース6号艇高倉幸太福井、外枠勢まだここまで未勝利です。6番の高倉がチルト3度にしまして一発を狙ってくるのか、注目のレースです。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、第5レース一般戦2秒前、1秒前スタートしました。まずはスタート内の3艇がいいスタート、一瞬の内マークへ、インから1番の内山先手を取りに行く、そこをまず狙ってきたのが3番の茅原優希がまくり出してあっという間に先頭を立ちました。2番手にまだ1番内山が残っていますが、内から来たのが4番高橋がじわじわ接近して1番の内山を捉えそう。1番4番が2番手争いに、スタートは正常でした。第2ターンマークを理解し、先頭3番の茅原から内の4番高橋正雄、そこを差し返す1番内山ですが届かずか。今は2番手は4番高橋正雄が若干僅差でリード、しかし食い下がる1番内山、判定審1点審査、3番手追走中です。後続3艇が2番6番5番、2周第1ターンマーク3番の茅原、そして4番の高橋、ここで単独の2番手、少し膨らんだ1番内山です。さあその1番の内山を狙って2番6番が伸びてくるか、2番の杉江、6番の高倉です。今は2番6番4番手並走状態です。まだ3番手前の1番内山との距離は 4,5 停止が空いています。3番4番1番ジョイ3艇はそのままで2マーク2周2マークを理解して間もなく最終周回に入ります。内の3艇まずいいスタートでした。どうやらトップスタート3コース3番の茅原優希でした。コンマ2あたりのスタート、まず逃げた1番の内山俊介、そこを一気にまくり出した3番の茅原が実力発揮で先頭を立って、序盤は2番手争い、4番1番4番高橋1番の内山の争い、今は上位3艇は3番4番1番で落ち着いて最終の第2ターンマークへ向かっています。ここは人気の組み合わせで落ち着きそうです。3番の茅原、この後は11レースに登場です。3番4番そして1番の順で間もなくゴールを迎えます。まず先頭3番の茅原優希が5人、2番手4番の高橋正雄、3番手1番の内山俊介、その後は6番2番最後5番の山川がゴールしました。以上第5レース一般戦でした。さてこれから各メンバーがホーム側に入ってまいります。インコース1号艇地元氏が吉川清、2コースゆっくりと2号艇兵庫山本孝之か、3コース近に3号艇もう一人地元氏が和田彩弘です。1、2、3、4コース4号艇福井中島光平、今日は前半は逃げました。5コース5号艇岡山の茅原優希、今日前半戦は3コースからまくり差しを決めています。6コースに6号艇福岡の郷原翔平です。枠なりで3対3となります。ここは地元吉川明夫、準優勝戦は3着止まりでしたが、ここは地元1号艇立って気迫レースを見せるか。3対3外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11レース選抜戦スタートしました。
センター3、4コースあたりがまずいいスタートでしょうか。しかし他の艇もほとんど差がないようなスタートを切りまして、まずインから1番吉川明夫、吉川明夫は気迫でここは押し切りました。2番手にぴったりと2番の山本が通空、外から5番のゴールデンレーサー茅原も伸びてきました。ここは2番5番もう1手、これに内に6番の郷原も並ぶか。2番手が3者並走状態です。その前を行くのが先頭1番吉川明夫から第2ターンマーク折り返し、注目2番手はまだ接戦状態、外を待った5番の茅原優希がここで若干リードか、いや内から伸び返してきた2番の山本貴之です。今は2艇によります2番手並走状態です。先頭は変わらず1番吉川明夫、2周第1ターンマーク、そして内を2番外を5番、注目の2番手は外全速つけ前気味に、ここで5番の茅原が単独の2番手、そして3番手に交代の2番の山本の内に入ってきました3番の和田彩弘、和田がここで3番手争いに内から伸びて並んで、そしてさばきを見せるか、もう一手切り込んでくるのが6番の郷原翔平です。今度は三者接戦の三馬争い混戦模様です。上位点はこの間1番5番ほぼ落ち着いてまいりました。先頭1番吉川明夫、2番手5番の茅原優希、注目3番手はここでまた2番の山本が少し抜け出したか。最終の第1ターンマーク、各艇がコンマ1台のスタートを切りまして、まずインから押し切った1番の吉川清、2番手以降接戦から2番手5番の貝原、3番手も3者接戦から今は2番山本貴之、ここで1番5番2番で最終のダニータンマークへ向かっています。吉川明夫、そして5番の茅原優希、3番手2番の山本貴之で、その後は3番和田は4番手止まりか、まもなくゴール。先頭1番吉川明夫が5輪、2番手5番の茅原、3番手2番の山本、3番和田、6番郷原、最後に4番中島がゴールいたしました。以上、熱戦激戦の11レース選抜戦でした。注目のコース取りも始まっています。滋賀県民のソウルフードサラダパンがタイトルとなった企業杯 G3 鶴屋パン提供第9回みんな大好きサラダパン賞、いよいよ優勝戦です。前評判通りの豪華メンバーが揃って初日2日目のドリーム選手のうち5人が優勝戦に勝ち上がってまいりました。さあ、その注目のコースはまずインコース1号艇大阪松井茂シリーズリーダーです。2コース2号艇愛知池田浩二、そして3コースにどうやら4号艇ディフェンディングチャンピオン東京石畑哲平、1フタ4少し引いて地元6号艇滋賀中村雄介です。残る2艇さらに後方引いて5コース角は3号艇の佐賀貞松雄貴か、大外6コースに5号艇東京浜根谷健吾か。松井、池田、浜野屋の SG タイトル合計27、そのビッグネームの3人が優勝戦で顔を合わせるのはおよそ15年ぶり。さらにディフェンディングチャンピオン石畑、注目のトップルーキー貞松、これを迎え撃つ地元中村も SG 覇者です。このレースから安定板を装着しています。外2艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番4番6番ダッシュ3番5番ジュニエス優勝戦スタートしました。さ、誰から来るか、外5コースから3番の貞松も伸びていく、貞松が一まくりを決めるのか。先頭を立ったのはどうやら3番の貞松トップルーキー、しかし内寄りからは2番1番、2番の池田1番の松井もじわじわと迫ってくる。先頭はどうやら3番の貞松ゆき、その後2番手には2番の池田、3番手1番の松井、後続5番の浜野屋、4番の石畑、最後6番の中村で大胆マーク。スタートは正常でした。これで単独先頭か3番の貞松ゆき、2番手2番の池田浩二、3番手1番の松井茂です。3負対1と内枠の3艇が上位を形成しています。まもなく2周第1ターンマークです。
独走を固めつつある3番佐田松幸、これを追ってはまだ2番の池田、1番の松井、この両者が2番手、それか今2番1番定冠が迫ってまいりました。一定心半ほどの差、後続の船も5番4番、5番の浜根は4番石渡もまだ競り合って、最後6番の中村祐介、2集団に端幕です。シャープな旋回で3番の佐田松、その後2番の池田がまたリードを取って、3番手1番の松井で間もなく最終周回に入ります。スタート良かったのはやはり5コースの角となった3番の佐田松幸です。コース取りが注目されました。チルトも 1.5 度いたしまして、その外からのレースに備えていた感もあります。3府対1トップスタートを決めた3番の佐田松です。今年はこれで5回目の輸出初優勝、そして G3 初輸出初優勝です。これまで G2 での輸出ありました。 G3 は初輸出初優勝となりそう。3府対1となります。まもなくゴールです。注目のトップルーキーが先頭で帰ってまいりました。3号艇佐田松幸先頭でグリーン優勝、2番手二番池田、3番手1番の松井、5番の浜根、4番石渡、最後6番の中村祐介がゴールいたしました。以上最終ジュニアス優勝戦でした。この後はウィーニングラン、そして選手表彰式もございます。